皆様こんにちは。俺のです。今日は大型被覆資材回収機マキトールについてご紹介しようと思います。今回はこちらのマキトールを使ってブロッコリーにかけていたパオパオを回収していきます。トンネル栽培などをするときに必ず使用するこのパオパオですが、こちらですね、毎年使うようになるんですけれども、その保管がですね、実は非常に困る種となっておりまして、こちらの方のですね、映像をご覧いただければと思います。ですね、ここ、ちょっと暗くなってるんであれですけど、こんな感じでね、折りたたみながら置いてるんですけれども、こういう風に非常にエントロピーがね、大きくなってしまっております。これはやっぱりね、場所を取るっていうこともありますし、場合によってはね、野生動物のベッドになっちゃったりもするんですよね。なんでこれをちょっと解決するためには、やっぱりその何か機械がね、必要なんじゃないかなっていうことですね。そんな中で導入しましたのが、こちら、ヒノキ産業で販売されております、大型マキトールというものです。この画面右側に映っております、オレンジ色の足で、そこにですね、紙の缶が今挿入されております。この缶なんですけれども、こちらはですね、同梱されているものではございませんので、こちらは自分で用意しなきゃいけないものになります。今回はですね、このもともとパオパオが、入っていた、この歯間の方をですね、そのまま取っていたのがありましたので、こちらの方に、パオパオの方を巻きつけていこうという算段でございます。回転の軸となるですね、この缶の方が用意できたら、こちらのマキトールの足の部分、こちらがですね、地面に刺さるようになっておりますので、地中の方にブスッと刺していくようにいたします。そしてこのマキトールなんですけれども、この回転させる向きを間違えると、抵抗が大きくてですね、大変なことになってしまうので、この缶のですね、上からこの、紙をですね、パオパオを乗っけて、それで、この手回しの部分を時計回りに回していくようにいたします。こういたしますと、今ですね、スルスルと、このパオパオの方がですね、巻き取られていく様子がわかると思います。はい、こちら今現在8倍速でご覧いただいておりますけれども、約80メーター弱ぐらいのですね、このパオパオを巻き取るのにですね、だいたいですね、2分ちょいぐらいかかっての、回収となります。でもですね、実際この、巻き取りが終わった後、この状態になりましてということになるので、非常にコンパクトにですね、この状態まで持ってこれると。ということで、巻き取る非常に便利だなということです。この外すときはですね、この今までこう時計回りに回していた部分を逆にですね、回してあげるということで、簡単に抜くことができます。これちょっとね、序盤にやってた映像なんで、今、力ずくで引っこ抜いてましたけれども、もうちょっとね、スマートに抜ける方法ありますんで、それが、ノズルというかですね、この回転軸がついていない反対側の方にも、回せる部分があって、それを逆方向に回すと、それをやると簡単に抜けるということがありますんでね、そちらの方はぜひやってみてください。次は、次の作戦をやりましょうか。よし。今回の作戦はですね、この今土がかぶってるやつを、この右側こいつを剥がして、でこっちに乗せます。でその上を滑らしてこようという作戦ですね。はい、今ですね、回収していたマキトールは、これ1回ですね、剥がしたやつをこの畑の外にですね、持ってきて回収したんですね。でこれではちょっと手間がかかってしまうということで、この畑にある状態のものをなるべくそのまま回収できないかというような作戦です。でこのパオパオがすでにかかっている、まだかかっているところに剥がしたやつを乗っけていって、その上を、反対側からですね、折り曲げてきながら回収するということで、これがですね、ブロッコリーの茎を傷めずに回収できるんじゃないかということでチャレンジしたものです。これ結論から言うとですね、これ実際できました。これ大丈夫です。全く問題ありません。このパオパオの上をパオパオを滑らせてもですね、全然そのパオパオの下にいるブロッコリーにダメージはございません。で今回はですね、そのパオパオをね、これ剥がし方をですね、よく考えずに始めてしまったんでね、あれだったんですけれども、片側から片側に向かってですね、パオパオの方を剥がしていけばですね、この作戦で全部抜けますからね、この作戦で最初からやるようにということをここに残しておきたいと思います。さて、それではですね、畑の中で実際にこのマキトールを使ってみようと思います。もう本当に使い方は先ほどと同じです。外でやったのと同じようにですね、引っ張ってきたマキトールをこの歯間のところに巻きつけて、それを回転させていく、これを時計回りに回していくというものになります。ここでですね巻き取るのこのメリットの一つなんですけれども、こうやってですねきちんとこう巻き取ることによってですねこう筒状に保管できることになりますので、これはですね非常にその保管しているときに踏んだり引っ掛けたりしなくてですね状態を良好に保つことができるというそういうメリットもありました。はい、というわけでここまで様々巻き取るのお話しさせていただきました。こちらの巻き取るなんですけれども、楽天などのですねオンラインショップでも購入することができます。こちらお値段がなんとですね24,000 いくばくか、24,000 いくばくかということで販売されております。こちらの方ですね 24,000 いくらということで販売されております。こちらの方ですね、パオパオの処理などに困っている方はぜひ興味あれば、お買い上げいただくのも、一つの策かもしれません。あなたの持っている便利な本を見たいです。それではまたお会いしましょう。